エンディングを担当しますのは私、大黒摩季です。よろしくお願いいたします。各界のこの日本の、アニメーションとかクリエーションとかの、そして、杉蔵さんも含めて、こうミュージシャンの方々も、ジビエイト的にはクリエイターのオールスターを集めましたっていう中に呼ばれただけで、なんかこう We are the world のに呼ばれた、一役でもいいから呼ばれてるっていう誇らしい感じみたいなあれで、私はもう何せ嬉しいです。で、少女のようにですね、駆け出しデビューの頃のように、バックコーラスやりたての時みたいに仰せつかった職務をですね、全力で、お答えするのみです。なので、今から50-50にしてですね、こんなにもワクワクドキドキに出会えるだけで幸せなので、その幸せオーラというか、このワクワク感をですね、見られる皆さんとか感じ取られる全世界の皆様にあげちゃう。まず楽曲はもうジビエイトの原作というか台本とか、キャラクター設定とかもう完璧にもされてるのを、意外と真面目なんで全部読み込んでやったんですけど、さすが杉蔵先生だなと思うぐらいに、ただただルナシーとか杉蔵とかっていう、もちろん大事な、それってこうやっぱりこう長野の七味みたいなところだと思うんですけど、それはそのままなんですけれども、やっぱり彼はクラシカルだったりアカデミックなすごく壮大なワールドを持っていて、その作品の全作品を把握した上で、ここを捕まえましたねっていうのにもかかわらず、やっぱりね、いろんな五感をキュンキュンさせてくれる曲になっているので、すごくね、ジビエイトのあのストーリーに合ってると思います。で、私も長年、もうあれから30年って感じで、かなりベテランの域には参りましたが、プロデューサーの青木さんも含めて、どこを 使われるか楽しんで、なので、きっとね、スギちゃんのことだから、ただのエンディングテーマの決まったサイズ以外にも、もうすでに言ってんの、あのバージョンもこのバージョンもマキさんに付き合ってくれるといいよって。だからそういうこういろいろな曲も育つし、それからストーリーとかも育っていくと思いますので、ぜひともね、最初の入り口をご覧になった後、生き長くジビエイトにお付き合いいただけると、皆さんの世界も一緒に広がっていくのではなかろうかっていうぐらい、素晴らしいスタート地点になってると、今回はその、楽曲を制作するというよりはボーカリストとして呼んでもらって、で、作詞をされた直樹さんも含めて、みんなでああじゃあこうじゃしながら、こっちの方がいいね、あっちの方がいいねっていう感じで、ルナシーとはまた違った、きっとルナビーみたいなルナディっていうか、そんな感じで新しく生まれたその制作チームみたいになっているのがすごく面白くって、だから相手が理想の場を下げてくると、こっちはつまんないんですよ、やる気の時にね。結構私もしつこいんで、だからここまでやっていこうって一緒にやっていたら、実を言うとその男女の本当恋愛と一緒で、付き合っちゃったらさらに好きになっちゃったり、それとか逆に言うと喧嘩した後の宙がたまらないみたいなとこがあるじゃないですか。そしてまた成長、今すごい本当人生最大の成長期だなと思うぐらい、前回ルナシーでバックコーラスで使っていただいた時に木本当に伸びたんで、前後に。なんで今回もまた私を伸ばしてくれたらいいなと思って、本当は占いとかで言うと私ド S らしいんですけど、スギちゃんの前だけド M になるんですよねなんでド M を楽しみたいと思ってます今私がこれを収録している時は3月の中旬で、新型コロナウイルスが、もうアジアから始まってしまったものも世界中に広まって、WHO からパンデミックが発令されるなど、本当に恐怖と不安の中にあります。でもその私たち、そのエンターテインメント、ライブとか興行はできませんけれども、クリエーションは、
もうお家の中でも、それからヘッドホンの中でも、体感的にも唯一、自由に、電波感染はしませんのでね。そして、このクリエイティブな、ジビエイトも含めて、またジビエイトの内容がたまらなく今リンクしてきたので、そのジビエイトのストーリーの中の人はみんなジビエイトの被害者なんです。なんだけれども、いつしか人同士の中で加害者を作ってしまったり、そして、いろいろな、中傷をし合ったりとかっていうものが、ジビエイトの中にも出てくるんですけれども、ジビエイトもちゃんとストーリーの中では平和に向かって頑張っていきます。私たちはそれを盛り上げる音楽として最大限盛り上げていきたいと思いますので、世界中の皆さんともに、このジビエイトと一緒に、打ち勝っていきましょうね。世界中の皆さん、楽しみを心に持ってお互い、頑張っていきましょう。それではお会いするまで。最後を飾っていただく素晴らしいゲスト、ヒントはもう今やゴルファー S であります。想像してみてください。あの方です。